にちは、赤ずきんと申します。
商品で、当時は爆発的に売れました。売れましたと、さも当時を生きたように言っていますけど、私の時代じゃないので全然当時のことはわからないのですが、ただペンシリーズは本当に爆発的に売れました。
視聴